なんと、なんと、すごい人からすごい人アポが来た。ぬぬぬぬ、俺も一緒に出たい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。 YouTuber の小林です。 YouTuber のミッチーです。 YouTuber のカメラが好き。もうカメラが好き。あの、はい、前田名義で、まあ、塗り替え道場知ってますかっていうことで、はい、動画撮って結構反響を呼んで、なんとなんとすごい人からアポが来た。ぬぬぬぬ、俺も一緒に出たい。え、僕知っとるっすか？ない、絶対ない、絶対ない。まあ、知っとるっていうか見たことあんちゃうから。いや、絶対ないわ。お前疑い深いんだ。じゃあ早速呼んでくるわ。そのリアクション頼むよ。リアクションがつまらんかったら、はい、本当それと帰っちゃう。本当にイメージ結構大御所っすね。ヒロちゃんかな、ちんちゃんかな、ちんちゃんかな。本当ですか？誰が来るんですか？いやー、こんでしょ。そんな大御所は来るわけない。そう、じゃあちょっと目つぶって待ちますか。そうですね。ら目つぶって待って。絶対しょうがない。絶対いいのか。絶対しょうがない。絶対いいの、絶対いいの。どうぞ、まだこれ。どうぞ。こんにちは、塗装職人、だいたいチンナスってる。絶対嘘やっけ。でかい、でかい、違うし。ちょっと待って、ちょっと待って、これ、クオリティ低い。クオリティ低すぎでしょ。じゃあ、うむろ、うむろ、うむろ。普通に分からんじゃん、ぽい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 。でも、ちょっと僕動画で見てるだけですけど、早くかましてもらっていいです。あ、ぽいはぽいぽいぽい。それできるの、寺道くんだけです。未知だ。寺道くんだけです。未知だ。俺直属の先輩。はい、じゃあちょっとマスク取って。はい、大丈夫でした。純一職人。今日は、まあ、ラファエルで栄、はい、ど真ん中、はい、大都市、はい、で、この人誰か知ってますかって質問してみ。あーあー、いいっすね、それ。面白いでしょ。絶対分からんすからね。ちなみにもう一人いますんで、はい、お願いします。はい、こんな感じで体格差がもう本当リアル。あっ、パパパパパ。これ誰か知ってますか、はい、もう人だかりできると思います。できるっすね、これ。持って帰ってみようか。はい、チャンネル登録といいねお願いしますね。お願いします。よろしくお願いします。ちょっといいっすか。モザイク大丈夫ですか。大丈夫ですか。おもろ、いいさ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 、ちょっと聞きたいんですよ、いいさ。この人誰か知ってますか。当てたら、本当にこのまで元気にしない。ラファエル、何でなんすか。正解はピッポはイチゴ製菓。なんだそれ。誰ですか、誰ですか。塗装職人、かわいい。ありがとうございます。え、あ、え、本当ですか。そう、ラファエルさんじゃない。完成。あれは、あれは相方の、はい、あれめちゃめちゃごついですね。リアルで見たらやっぱすごい本物だと思った。遠近法とかで遠近法体操やと思う。本当、当てたら10万円のキャンペーンやってるんですよ。あ、普通の人です。普通の人じゃないな。本当に見せて。基礎いいいいですか。顔で出し OK。 いいですか。大丈夫。じゃあこの人は誰でしょう。ウェーイ。はい、騙されました。はい、1名騙されました。1名入りました。あ、本当は ただのポンチュマイルドで聞いていいですか。マイルドで聞いていい。ただの元放送さんです。元放送さんです。ヤンキーでかっこいい。バンジー。チャンネル登録してもらうか、うちの会社に入ってもらうか、俺ら全員とライン交換するか。全員とライン交換。マジ。じゃあもういい、全然いい。ちょっと一回動画止めるわ。ちょっと一枚貼れば。カメラ止める。マジ、カメラ止める。一回止める、俺。一回止める。お、優しい。ラファエルが自転車片付けてる。カマさん、こっち見てもらっていいですか。カマさん、テンパってる。ちなみにクイズ1個答えて、正解だったら10万円プレゼント。10万円で、2人あったら20万円買い物して帰れるよ。楽しか。やろう。やる。いいですか。 YouTube 出てもいい。お金になったら急になんか外れたら、罰金とかないよ。罰金で、ライン交換はあるかもしれんけど。どうする。はい、この人の正体は誰でしょう。誰でしょう。めっちゃ簡単だよ。もうパッて見たかな。
やばいでしょ、これ。この鼻の高さ。この白ダネって書いてちょっとこういうふうに言ってもらっていいっすそしたら多分分かる。分からん、ダネ、マジで無理は、それ違うよ。それは違うから、それ何言ってるのかな、かわいそう、かわいそう、マジで無理一番傷つくパパ、パパ、誰のそれは、誰のパパ、業界用語、業界用語、クラブ活動してるかな、それは前で誰誰誰誰誰誰、それもう一回来て、もう一回来て、もう一回来て、あ、お姉さんはね、で、お姉さんは長いね、塗装職人は大体ボンチュー出したね、急に急に出したね正解は、自分の野獣です、実はつまらんわ、それなんだっけよ、あ、ごめん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 今日嬉しいね、最高ちょっと今質問してるんですけど、この方ご存知ですよね、この方の名前を当ててほしいんですよ、それ当てたら10万円です、ちょっと、あ、じゃあいいよ、ちょっとここやばいね、あっとやばい、はい、じゃあ大きい声でお願いします、はい、せーの、ラファエル、正解はデルデン、ビリーケン、おー、だから止めてください、はい、はいはい、思いっきりね、思いっきりね、ちょっと質問したいんですけど、お姉さん、この人知ってますか、2代目です、2代目じゃないいやでもその、ね、クイズがある、クイズがちょっとあるんですよ、正体はあったら、なんと10万円現金、側近で顔がマジになってる、顔がマジになってる、挑戦しますか、この人、誰から来たら、そう、正体を、そう、正体を、正体を、他の YouTuber、 いやいや、そこはそのあんまり言えないけど、結構すごい、わかんない、わかんない、誰でもいそうよ、そう、安倍総理、総理大臣、正解は、ヤバトン、ヤバ、誰、ハーフっぽいんですけど、ウォーター、僕なんか同じ匂いがする、へー、ほんと、フィリピンと僕もハーフですよ、どこどこ、お父さんとお母さん飲んでます、今2軒目っていうか、あ、そうですか、じゃあ 2軒目、飲み会道場だもんね、飲み会道場飲み会部長、はい、この人の名前は10万円、はい、今日ワンチャン当たる可能性ありますよ、おー、あります、あります、せーの、鈴木まさしさん、鈴木雅史、面白い面白い雰囲気似てるんで、自分の知り合いに、あ、ワンチャンあるかな、コメントコメントして一言、じゃあ鈴木雅史さん、あの、鈴木雅史さん、これからこういう格好で街歩いてください、お願いします、鈴木雅史さん、お願いします、じゃあどうぞ、お願いします、ちなみに答えは、ドゥルーベン、ヤスクデレックス、まだありよりのありだった、ありよりのなしからちょっといただいて、なしよりのなしだぞっていうところ、ありがとうございます、はい、今ちょっとインタビューしてるんですけど、はい、この人が誰か分かりますかって質問します、はい、ちょっとシンキングタイム与えるので答えいただいていいですか、シンキングタイムスタート答えの方いいですか、はい、はい、お姉さんは、正解は、正解は、はい、大根食いすぎたらこんなに太っちゃった、すいません、塗り替え道具、ペンキ屋さんなんですよ、僕ら、この作業着で、ありがとうございます、毎朝6時なの、通知を、通知を、せーの、まだねー、お疲れー。